はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。エリキブログです。めちゃめちゃ晴れた日に私たちはレンタカーしてジープを借りました。今日は淡路島に行きたいと思います。名古屋から3時間半ぐらい、ちょっと遠出ですけど、淡路島は初めて。そうだね、人生初の淡路島に上陸です。はい、では早速行きましょう。行きましょう。明石海峡大橋でかっ。急に現れたね。急に来たけどめっちゃでかいじゃん。こんな感じなんだね。すごい、すごっ、でかっ。何メートルあるんだろうね、高さ。分かんない、5、60メートルぐらいあるじゃない。高いの。はい、少しだけでも運転に集中していただきたいんですけど。でかっ。お願いできますか。長さもどれぐらいあるんだろうね。長いでしょ。1キロぐらいあるのかな。今からは何だったっけ、淡路島に入ります。あ、これが淡路島ってことか。だからそうだよ。はい、一つ目のスポットに、ということでここでお昼を食べたいと思います。景色もめちゃめちゃいいらしい。ここをちょっと降りて淡路島を見ましょう。早くして早くして、お腹空いてるよ。渦の丘来てる理由は、ここにめちゃめちゃ有名なバーガーのお店があるよ。オニオンバーガーキッチンでございます。イエス、うまそう。まあ、淡路島のオニオンが有名でしょ。そうで、ここでバーガーにしたオニオンが食べれます。で、なんかを優勝したよ、このバーガー。あ、そうなの。そう、ご当地バーガー選手権優勝なんじゃない。全国1位。そこまで行ったかな。超美味しそう。あ、そこまでは行ってない。いや、わかんないよ。そこまでは頑張ってない。全国、いや、そうだよ。全国ご当地バーガーグランプリ1位と2位が楽しめます。1と2はもうすごい。オニオンビーフバーガーが1位、それ淡路島オニオングラタンバーガーが2位ということで、どうしよう。まあ、これ1と2でしょ。俺1位のやつにしよう。淡路島オニオンビーフバーガー、これあまり食べたくないからこれにしようかな。淡路島スパイシーオニオンビーフバーガー極み。え、めっちゃ種類あって悩むね。そう、チーズバーガーとか。レナチーズバーガー大好きじゃんね。そう、あ、これもタコチリバーガーがある。あ、俺タコチリバーガーにしようかな。2個食べようかな。あとは、オニオンリング一つ。着きました。はい、ありがとうございます。でかいね、多分1個。そう、1個ずつでかいし、めちゃめちゃいい匂いするし。どこで食べるの。中行きましょうか、一回。いないか。あ、ここ中で食べれる。で、お土産とか。でも、あの外がテラスになってない。あっちの奥が食べようと。あ、オニオンかわいいよ。オニオンチェア。おオニオンになれるよ。あ、これ借りれるよ。レナもらった方がいいんじゃない。かわいいよ。似合わ似合わなさすぎてやばいよ。めっちゃかわいい。いらない、戻してください。おお、うわ、景色いい。景色だね。天気もいいし。おお、すごい景色。でも食べれないから、後でこっちに来てもう一回景色を見よう。食べよう食べよう。はいはい、ここのオニオンに座って食べましょう。全部オニオンだね、もうコンセプトがオニオン。玉ねぎ嫌いな人やばいよ、ここ来たらノイローゼになるよ。どこ見てもオニオンだよね。じゃあまずは一番有名なやつをから食べますか。人気ナンバーワン商品、淡路島バーガーの。うわー、めっちゃ美味しそう。ビーフのスライスが入ってて、これがオニオンフライみたいな感じでしょ。めっちゃうまそうだね、マジで。じゃあ、
めちゃめちゃ美味しい。このオニオンの、まあ、本当にオニオンリングがバーガーに入ってるみたいな感じ。オニオンが甘っ、全然辛くない。でも意外となんかオニオンの味はするからビーフの味そんなにしないって感じ。確かにオニオンにビーフが負けてる。でもバターの風味もこうふわってきて、ああそうかもね、いいアクセントになってるよね、揚げた感じ。あ、本当だ、オニオン、ま、甘っで柔らかいし、めちゃくちゃ美味しいじゃんこれ、ね、しかもさ、オニオンって野菜だからさ、これ1個食べてもさなんか罪悪感ないよね。ダイエット中の方にもおすすめなんじゃない。バカなことを言ってるよ。揚げたオニオンは絶対に良くないよ。うん、だから作戦ミスをしたよ。最初にオニオンリングを食べればよかったでしょ。オニオンリングも買ったね。その本物のでも2個しか入ってないよ。オニオンだけの味でもオニオンリングだよ。いくら？200円、300円、わかんない。でかいオニオンリングだよ。食べます。おいしい。やっぱオニオンリングさん、もうなんか一緒だと思ってたけど全然違う。そのバーガーに入ってるオニオンと。あ、そうなん。でもさ、このリングの大きさって元々のオニオンの大きさどんぐらいなの？レナの顔ぐらいあるのかな？顔の半分ぐらい。タカの顔の4分の1ぐらい。何が痛いの？何が痛いの？なんでしょうね。このオニオンリングは今まで食べたオニオンリングで一番美味しいかも。やばいね。サクサクじゃん。もう先ほどお肉がちょっと負けたから、今回はスパイシーなお肉だったら負けないかなと。これスパイシービーフオニオンバーガー。めっちゃうまそうだよ。うん。スパイシー。うん、ん。辛い。うん。俺も食べたい。ほう。はあ。はは。本当だ。本当だ。チリが。おぉ、スパイシーだね。おぉ、めっちゃ辛い。オニオン、あ、どんどん辛い。水が欲しい。辛い。なんかでもメキシカンな辛さじゃない？ちょっと何、チリソースなのかな。あのチリドッグの辛いやつを食べた時の辛さだね。あ、辛い。どうしよう。レナさんにスパイシーを任せて。涙が出てきたよ。うまそう。すごい。タコチリ、タコ、タコチリってことはこれもチリだよ。スパイシーかもしれない。うまそう。どうですか。うま。何、タコタコ。めっちゃうまいよ。タコプリプリで食感の弾力がいいし、うん、甘い。うん、タコチリってチリの名前ついてるけど、チリでは何か分かんない。よく考えたなこれ、うん、でも3つのバーガーでめちゃめちゃお腹いっぱいになる、うん、ね、ちょうどいい。思ってた以上に2人で3つ、あ、一番いいバランスかもしれない。そう、美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。見て、おったまねぎめっちゃ可愛くね。玉ねぎオブジェ。これインスタエリアかな、インスタスポットかもしれない。これいいな。しかもでかいよこの玉ねぎ。汚いよ。こっちの景色すごい超綺麗だ。そう、これがその有名な鳴門大橋かな。平和だね。日本は平和だ。何を言ってる。もうここ何でもオニオンだよ。そうだよ。オニオンチェア、オニオンカツラ、オニオンバックグラウンド、オニオングランドピアノ、オニオンドイツ人。違う。だってレナの髪の毛もオニオンみたいな。オニオンドイツ人。おい。オニオン発売。あ、オニオン売ってるよ。そうだよ。うわ、めっちゃ綺麗だね。あ、え、オニオン UFO キャッチャーある。すごいじゃん。ということで、レナ社長が玉ねぎキャッチャーに挑戦します。これで1個でも取れたら
1.5 キロ分の玉ねぎと交換するらしいよ。買っても1.5キロの玉ねぎが欲しくないんです。視聴者プレゼントにしよう。日本に来て UFO キャッチャーやったことないんだ。ドイツにもあるよ UFO キャッチャー。あ、ドイツにもあるんだね。イエス。1回100円です。で、どれを狙いますか。これで、時間内だったら動ける。これじゃあ押しますよ。はい、行きましょう。はい、やって。惜しい。あまあまあダメでしたね。なんか結構よくやったと思ってたのに。何を買いましたか。丸ごとみかんの大福を買いました。みかん買ってるやん。オニオン山ほど売ってるのにみかん買ってるやん。いや、みかんも有名らしい。調べて。そうなんだ。出発。今からはメインイベントだね。この淡路島に来ると何をやらなきゃいけないかというと、ナルトの伊豆、渦、渦、渦、伊豆、何だっけ、渦潮、渦潮です。あれ、その水のぐるぐるぐるしてるやつ、それを見に行きます。うん、なんかクルーズ船が出てるらしいから。そう、それ昨日予約したから。淡路島山多くない。山多い。なんかもう山だらけでしょ。てか思ったより淡路島でかいし。でかいね。うん、もっとちっちゃいと思ってたね。え、なんでかわからないけどめっちゃ可愛いフグがいたよ、ね、なんだろうね、なんか招き猫みたいな存在じゃない。この港にとっては招きフグみたいな。招きフグ。そう、道の駅に行くの。ああ、乗り場って書いてあるよ。 OK、 着きましたよ。クルーズ船乗り場、道の駅ふくら。はい、チケットもらえました。大人1人2500円。イエス。もうこれが見れたら最高じゃん。ね、それ見たい。これ見れたら飛び込もうぜ、中に。バカ。今約束しましたので。ノー。誰も約束してないよ。そんなこと一切約束してないよ。どうなるんだろう、飛び込んだら。死ぬ。こう渦に巻き込まれて下に行くのかな。終わり。船でかいね、本当に。何を食べてますか、社長。ナルト、金時タルト。オニオンバーガーあんないっぱい食べてお腹いっぱい気持ち悪いって言ったのに。うん、うん、恐ろしいね。もうタルト食べてるやん。デザートだよ。うん、おいしいよこれ。食べる。いや、よかった、お腹いっぱい。あげようと思ってなかったし。はい、いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。ありがとうございます。あと乗る前にかっこいい、もうちょっと食べなきゃいけないよ。タカ、これまだ食べようとしてんの。これ、ああ、さっき買ったやつ。そう、今食べ頃だよ。丸ごとみかん大福。冷たい。あ、みかん入ってる、本当だ。うん、おいしい。起こさないでください。今こう暖かい日差しで寝てました。いいよね、ここ座ると。名古屋から4時間ぐらいかけて運転してきたよ。はいはい、お疲れ様でした。寝てください。もうちょっと褒めて。はい、寝てください。もうちょっと褒めてください。もうちょっと時間があるから船をちょっと何があるか見ましょう。ここは3階です。ここ貴賓室じゃない。これ寒がりの人がここで座れるって感じだね。で、こっちが2階ですね。あ、ここも座れるよ。お、おしゃれだよ。結構新しいね、これ。で、ここから1階に行けます。おい、おい、広っ。あ、キッズルームもある。子供連れも十分。こっちは仮眠室かな。シアタールーム的なところ。面白い。あ、手振ってる。行ってらっしゃい。はい、ということで3階のデッキ戻りましょうか。あちらがね、めっちゃ寒いよ。今ご紹介いただいてるカンティンパールの画面、これ高い。猛烈に寒い。水色の建物がずらっと並んでるような辺りが見えない。寒い。
巻いてるよ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 。ちょっとだけね、あの写真とだけ巻いてるよ。全然違う。あ、あそこ巻いてる、あの白いところ、渦巻いてます。あの全然危なさそうです。あれぐらいだったら飛び込んでも死ななそうだね。ねえ、あそこにちっちゃいやつ、かわいい赤ちゃんの渦がいる。でな、すぐ上にもう橋があるよ。あそこ巻いてるよ、うん、まあまあ大きく巻いてるよ。すごいね。1,2,3,4 4個ぐらいあるよ。それは満潮と満潮。渦潮見ましたね。見ました。今 VIP ルームに入って寒い。海は月の引力による。冷た。どうですか渦潮、初めてのナルト。ちょっと想像と全然しょうもなかった。想像がね高すぎたね。その問題、写真とか見てたから、あのぐわーってやつだと思ったら、もう全然ぐるぐるぐるっとぐるぐるちょろ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 みたいなね。そう、人生に一回見に来てもいいなと思います。はい、降りてきました。なんかまだ揺れてる感じがするね。揺れてんじゃない、ここまだ揺れてないと思うよ。揺れてないか。あ、淡路島、オニオンと渦潮を見ました。この動画が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。